はい、AKB48 愛媛県出身の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームをやっていきます。はい、まあ早速なんですけど、本日告知があったので、ショールームでも最初にちょっとお話しさせていただくんですけど、今度7月に浅草の方で朗読劇があるんですけれども、長久保孝一の極めて怖い話2023という朗読劇に出演させていただくことになりました。ありがとうございます。で、この公演が7月14日から17日まであるんですけども、私は7月の16日日曜日に出演させていただきます。ぜひ見に来てくださったら嬉しいです。はい、浅草歌劇場でいいかな、これはの方で朗読劇が行われます。怖い話なんですけど、ぜひ見に来てくださったら嬉しいです。一応第1部第2部第3部ってありまして、まあ、第1部が12時から、第2部が15時半から、で第3部は19時からとなっております。私は結構ね、ホラー映画は見ないんですけど、怖い話を聞くのは割と、なんか怖いものを見たさじゃないけどっていうのでね、どうしてもなんか聞いちゃうんですよ。そう、怖い話は。だからまあそんな私がちょっと今回は朗読劇で怖い話やるんですけど、ぜひ見に来てくださったら嬉しいです。なんかね、そう、また作品、なんかホラー作品難しいな。またね、その私鬼太郎とかそれこそ自爆少年花子くんとか好きなんですけど、難しいね。なんか怖い話ってさ、なんかまあ妖怪と幽霊って違うじゃない。ちょっと多分幽霊系がそんなに得意じゃないんですよ、おそらく。そう、最近そのなんか、まあでもホラー映画も確かに妖怪系はあるかもしれないけどね、そうですね、ちょっと幽霊系はちょっとね怖いかもしれない。そう、とかやっぱホラー作品の中でももうホラーにも全振りしてる作品とかはちょっと
あ怖ってなるかな。特になんかリアルになるともっとちょっと怖ってなるから、そうですね。まあ、でもどんな感じになるのかぜひ見に来ていただけたら、怖い話苦手な方多いと思うんですよ。ぜひ。まあぜひね、でもどうなんだろうこれ。なんかぜひ浅草で食べ歩きしてくださいみたいなこと言おうと思ったけど、あでもあ難しい。食べ歩きする時間はないかもね。そこでルン活できるやんって思ったけど、どうなんだろう。そのつい、まあ前日か次の日ちょっと余裕見てぜひルン活していただけたらと思います。もしお時間があればで全然いいんですけど、それかまあ朝かな、朝じゃない午前中行けそうだったらぐらいでマジでいいんで。言うてね、でもルン活できそうなところ全然ないけどね。もう食べ歩きも3店舗しか行ってないから。そうそう、まだねちょっと詳細とかこっち全然発表されてないんですけれども、またね詳細発表されたら随時私の方でもお知らせするので、ぜひ待っていただけたら嬉しいです。あ、チケット申し込みしました。ありがとうございます。早速。嬉しい。まあぜひね、なんかキャスト選択とかもあるみたいなんで、そこで私の名前入れてくれたら嬉しいです。はい、またねこの宮先生こうやって皆様に告知できることが嬉しいです。
またこうやってツイッターにね、あ、待って、ツイッターに載せれる、ツイッターに出演情報載せれるの嬉しいって思ったら、5月13日のこと載せてない、載せよう。ちょっと、ああ、今ツイッターにちょっと書いてます、すいません。よし、夏目友人帳の一番くじは買った？今回の一番くじは買わないことにしました。なんか私一回ここにさ、坊ちゃん劇場ジョーマイラブ徹夜って書いてはいいけどね、もうなんかもうちょっとタイミングを見失ってるよね、完全に。どうしよう、なんか何をなんかとりあえずなんか書いとこうと思ってそれ書いたはいいけど、もうそっから何も進まない。まあでもそう、浅草はね、私も浅草初心者すぎるんで、はい、皆さんぜひもしお時間ある方は朗読劇とともに浅草を楽しんでください本当に初心者すぎるから。そう、あー、まだ結構暑かった。一瞬あくびした。10月も10日になりましたね。中旬に入りました。10月じゃない、5月、やべえ、あの5月10日10日になって、10日にあの5と10が混ざって10月になっちゃった。
ちなみに浅草で行ったことあるのはカレーパンのお店とあのメロンパンのお店とチーズメンチカツのお店に行きました。はい、私が行ったことあるのは。そう、はい、というわけで皆様浅草歌劇場で待っております。ぜひ見に来てくださったら嬉しいです。まあその日はちょっとね、羽織るものを持ってきた方がいいかもしれませんね。なんでかって言われるとわかんないけど、普通に会場寒かったらあれだしね、ちょっと気持ち的に背筋ゾッとしちゃったらね、あれなんで。そう、そう、第なんか3部制、1日3部制になってるんだけど、第3部はなんか怪談トーク公演っていうのをやるらしくて、どんなこと話すんだろうって私もちょっとまだ分かんないから、そこは何も私ないよ本当に。もう心霊体験を全くしたことがないから、心霊体験全くないから、うん、そう、まあ、でも確かになんか幽霊系は苦手で妖怪系はまだいけるみたいな話したけど、やっぱ怖いものは怖いんですよ。それこれはね、この前も話したんだけど、あの水木しげる先生の絵の中で本当にもう本当に怖いなって思った。海坊主はマジで怖くて、絵がもうちょっとね、マジで語彙力が全然ないんですけど、結構ビビったのは海坊主とムカデの妖怪、大ムカデだかな、毎回名前忘れるんだけど、であともう一人いたんですけど、その妖怪だけいつも名前が思い出せません。はい、でもちょっと身近に、あの別になんかすごい霊感があるとかじゃないけど、ちょっとした体験をしたことがある人がいて、その人の話聞くだけでもう私胸がざわざわしちゃって怖いんですよ。
いやちょっとそうやって実際体験した話の、しかも結構身近な人からそういう話聞くとちょっとざわざわしちゃって怖いんだよなってなっちゃうからね。そうそう、はい、とか小学生の頃にあの自然の家っていう、なんか自然の家でみんなわかるのか、みんなそういうのあるのかな、なんか臨海学校みたいな感じ、臨海学校がわからないんだけど、なんかちょっと森に山の方ちょっと自然多いところに、まあペンションじゃないけどそういうのがあって、まあ、自然の家っていうのがあるんですけど、そこに行った時に夜に天体観測をするか怖い話聞くかの、なんかレクリエーションみたいなのがあったんですけど、天気が悪くてもう全員とりあえず怖い話になったんですね。でなんか無理な人はもう途中で帰ってもいいよみたいな感じだったので、も私はちょっと怖い話聞きたいなと思って聞いたはいいけど、やっぱ夜寝れなくなりましたねっていうことがある。肝試しはしてない。でもね、そういうのねやんない方がいいと思うんですよ。そうそう、ね、そこはまたちょっと違うから、昨日、うん、はい、そこはまたちょっと違うなって思う。これは個人的な意見です。はい、だから皆さん、あのくれぐれも夜道にはお気をつけください。お待ちしております。お待ちしております。もう怖がらせちゃってるからね、私みんなのこと。お化け屋敷はね行ったことない、ぶっちゃけないです。あー、なんかあの学校の文化祭で行くとかはあったけど、それはまた違うじゃん。遊園地にあるようなお化け屋敷は、あ、いや1回だけあるんですよ。でも行ったことがない、絶対に無理だと思って、私は絶対に無理、そもそも暗いところがめちゃめちゃ苦手なんですよ。だからちょっと無理っていうのあるんですけど、唯一行ったのが USJ のあの鬼太郎のホラーメイズなんですよ。そう、鬼太郎の幽霊、あ、違う、キレタンお化け屋敷って言ったのいいのかな、なんですけど、それに関してはあのまあもちろん怖かったんだけど、それ以上にやっぱ知ってるキャラがめっちゃ出てくるから、どっちかっていうとめっちゃ楽しくて、超興奮してめっちゃ楽しくて、でもやっぱそう2回入ったんですけど、楽しかったから1回目は何もわからんし、後ろからめっちゃ人来るしで、もうなんかめっちゃ進むから怖かったけど、2回目は割と堪能できました。はい、やっぱそう、知ってるキャラが、好きなキャラがいるっていうのがでかいですよね。そうそう、それがでかい。まあ
7月16日浅草の方でお待ちしております。皆様ぜひ来てください。さあ、ここから何の話しようかな。今日ね、あの土産の配信しようかなって思ったんだけど、ちょっとあんまりお土産の話そんなできないかもって思ったので、また明日とかになりそう。あー確かにそれいいね。そう、今日発表されましたね、サンリオピューロランドのミラクルギフトパレードが3年ぶりに上演されるという発表がありました。ありがとうございます。まあれはどういう形でなんだろうね、開演、違う、ピューロランドやってる時間帯でやるってことなのかな。詳細はちゃんと見てないんだけど、そう、あれがねだいぶ嬉しくて、またミラクルギフトパレードが見られるなんて。ぜひこれはね、あのチームメイトのそのライブに行った方とかサンリオのイベントに参加した方には見てほしいし、メンバーにも見てほしいなって思います。私個人としては。そう、一部座席有料。じゃああれかな、閉園後パレードみたいな感じでチケットを取って、まあいい席で見たい人、多分いい席、ちょっと前の方の席とかがあれになるんだろうね、とか階段のところとか、まあ、ある程度、そうですね、ある程度ちゃんとしたところでパレード見たいっていうような席のところはきっとチケットを取るんでしょうね。でもうなんかどうなんだろう、でも大体の席が多分チケット制になるかもね、わかんないけど。あれは嬉しいね、こう私としてはめちゃめちゃ。いやー、かわいいミラクルギフトパレード。やっぱこれはね、ほんとぜひともパレードはピューロランドに行ったら見てほしいって私はいつも思ってます。であとちょっとサンリオ関連でもう一個お話しすると、今日私ツイッターで書いてたんですけど、あのいちご新聞っていう新聞がサンリオさんの方では出てるんですけど、今月の付録がパスケースで
めっちゃ可愛くて、私そろそろパスケース新しくしたいなって思ってたからちょっと買おうかなって思ってる。そういちご新聞はね私あんまり買わないんだけど、そうちょっと今回は気になったからちょっと買ってみちゃおうかなってそう思うんだよね。まあね、本当に昨日も話したんだけどちょっとずつコロナ前にちょっとずつ戻りつつあるっていうのが嬉しいなってめちゃめちゃ思いました。嬉しいですね、本当に嬉しいな。まあ私はねそれが終わるまでに何としてでもレインボードロップスのパレードを一回でも見に行きたいなって。パレード、あれはパレードいいのかショーなのかちょっと分かんないけど、あれを絶対に行きたいな。キャラグリもハグできるようになったし。あ、そうなの？めっちゃめっちゃ戻ってんね。やば。嘘でしょ？そうなの？めっちゃびっくりしてる。そう、なんかグリーティング前はなんかハグタイムみたいなのがあったんですよ。そう、キャラクターとハグができる催し物みたいなのがあって、私それのキキララ参加したことあるんですけど。そういえば5月3日はねダニエルの誕生日だったんだよね。まあね、本当に、まあだからといってね、ちょっと日頃からの感染対策はまだまだちょっとやっておく必要はあるので、そこは気を引き締めてお互いね、やっていきたいなって思いますね。そういえばあのなんかキキララのさ、新しいのできたよね、トゥインクリングスタジオ、4月14日オープン。私まだ行けてないから行きたいんだよね。あれだもんね、多分トゥインクリングツアーのが新しくなったんですよね、 おそらく。今日水曜日なんだ、やばい。今日
今日私火曜日だと思ってた。嘘でしょ、マジか。マロンクリーム5月31日なんだ、誕生日おめでとう。フライングだけどでもそっか、今日水曜日か。本当にもう私曜日感覚がわからないもうね。まあ今日何曜日っていうのがあんまりね、もう意味をなさなくなったからっていうのが大きいとは思うんだけど、本当にあ今日って何曜日なんみたいな。まあでもそれこそやっぱ最近、いやもうゴールデンウィーク関係ないけど、あったから本当にね、今日って何曜日なんて なるマジで。そっか今日は水曜日か、火曜日だと思ってた。はい、というわけでじゃあ今日はちょっと短いんですけど、ここら辺で終わりにさせていただきます。それじゃあランキングを読んでいきますね。13位から13位キャパさん、12位ソランさん、11位飯田ひろゆきさん、10位カリネコでも好きだよさん、9位ロミツさん、8位カラスのカーコさん、7位ママさん、6位夏目さん、5位アンキーさん、4位 TKHKG さん、3位川端慎二さん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい、またねー。